皆さんこんにちは、整えて体ポンさんです。本日は立ったままできる腹筋をお伝えしていきたいと思います。仰向けの状態だと腰が痛くなる方、首が痛くなる方必見です。たったの10分でできます。この後すぐに始まりますので、ご用意してお待ちください。それでは逆腹筋ですね。みぞおちと恥骨に手を当てて、この手と手をですね、伸ばすように真上に伸びて戻っていきましょう。では行きます。息を吸って、真後ろに反ってしまうと腰をね痛める人もいるので、上にこの手と手がと伸びれば全然 OK です。その時息を吸っておへそを引っ込ませるようにすると、しっかりとねおへそがわかると思います。口で吸うとしっかりとおへそ引っ込みやすいですよ。まあ、鼻がね得意という方は鼻呼吸でも全然 OK です。息と一緒にこことここの距離が伸びてますか。真上です。真上、少し斜め後ろでも OK ですが、基本ね上に伸び上がるようにするとグッドです。はい、はい、 OK です。はい、で横ですね、 横逆腹筋です。肋骨の下、骨盤の上に手を当ててグッと真上、斜め上に引き上げていきましょう。息を吸って、息を吸って、吸った時に少しね体を押してあげるとよりね脇腹分かりやすいと思います。これも真横に倒すとあまりわからないんですけれども、少し上に引き上げるようにしてあげるとグッドです。あと15秒ぐらい。肩大丈夫な方は肘を真上に引き上げるようにしても分かりやすいと思います。さあもうちょっと、はい、 OK です。反対ですね、はい、当ててグッと引き上げて戻していきましょう。こことここの距離が伸びます。それではスタートです。これも肩大丈夫な方はこのように手を置いて肘を真上に、よいしょ、こんな感じです。やっていきましょう。肩が痛い方はこれでも OK。 真横に倒すとあまりわからないので、こことここの距離をぐーっと縮め、伸ばしていきましょう。息吸いながらおへそをキューッとねすぼめるように小さくしてあげることでより分かりやすくなると思います。さあ、あと5秒だけ、もう一丁、はい、 OK です。手を顔の前から下に下ろしながら膝を左右交互に持ち上げていきましょう。これを45秒、レディーゴー。はい、ふう、ふう、手をね下にやることで体も上手に丸めていきます。はい、ふうふうふう。なので手も下にやって、ご自身の上半身も自分から積極的に丸めていくように頑張りましょうね。ふうふう、よいしょ、ふうふうふう、もうちょっと、ふうふう。さあ、あと15秒ぐらい頑張ります。ふうふう、バランスもね取りながらやっていきましょう。ふうふう、あと5秒、ふうふうふう、もうちょい、はい、 OK です。はい、では左足を横に伸ばして右肘をキュッと、で左右対角に肘と膝をくっつけるように体を縮めていきましょう。レディーゴー。ふう、よいしょ、ふう。で顎もその時しっかり引いて、体を上半身から丸め込むようにしていきましょう。ふう、体を丸め込むように顎めっちゃ引いてください。はい、下向くぐらい引いて OK です。それぐらい体も一緒に丸めていきましょう。足だけだとあんまりねわからないと思います。やっぱり上半身しっかり丸めてあげるのがめっちゃ大事です。さあ、はい、頑張りましょうね。お腹ね立ったままでも十分やれますよ。はい、
地味ですが、しっかりと理想の体になるために頑張りましょう。あと5秒だけ、息吐いて、ふう、もうちょい、ふう、はい、 OK です。反対ですね、反対です。はい、では右足をこう左手のこって、よいしょ、肘と膝くっつけるようにやっていきましょう。体丸めます。はい、どうぞ、顎引いて、ふっ、はい、ふっ、はい、ふっ、もうちょい、ふっ、はい、ふっ、頑張ろう、ふっ、はい、ふっ、はい、ふっ。さあ、自分から積極的に丸めますよ。ふっ、はい、ふ、はい、顎引いて下向くぐらいです。下向くぐらい、バランスも取りながら、ふ、はい、ふ、あと15秒です。さあ、一人じゃないです、みんな頑張ってますね、一緒に頑張りましょう。ふ、あと10秒、はい、ふ、ちょっとね、熱くなってきた、頑張りどころです。よいしょ、はい、ふ、もうちょっと、はい、 OK。はい、それでは右手左足はまっすぐ上げて、よいしょ、これを繰り返しましょう。よいしょ、こんな感じです。両足でやっても OK です。では行きましょう。はい、よいしょ。でこれは足を上げる運動もなんですけど、上半身を自分から倒しに行くことが大事です。お腹に効くのでね、ちょっとももの前にも効いてしまうんですけれども、体を前に倒すことで腹筋を効かせていきます。分かりづらい方は両手でこうやった方が体はしっかり倒れますので、できるだけ遠くを通してください。手をね、遠くを通します。近くを通すとあまりわからないので、手が遠くを通るようにすると体は縮こまりやすいです。ほい、大きくやっていきましょう。はい、大きくです。足が硬い方はね、上半身頑張ってください。足が硬い方は上半身頑張ります。上げれる方はどちらも頑張りましょう。ほい、はい、 OK です。頑張りました。同じように遠くを通して、こんな感じでね、よいしょ、やっていきましょう。はい、硬い方も全然大丈夫です。はい、OK、 いきましょう。 GO、 はい、ほっ、よいしょ、ほっ、よいしょ、よいしょ、はい、ほっ、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、ふっ。硬い方はこうでしたね。硬い方はこうです。あんまり足上げなくていいので、上半身を頑張りましょう。はい、上げれる方はどちらも頑張ります。よいしょ、ふう、はい、ふう、あと15秒、よいしょ、よし、頑張ろう。息吐いて、顎も引いて、はい、息吐いて顎も引いて、あと5秒、はい、ふう、もうちょっと、ふう、はい、 OK です。腰を落とします。はい、このまま手を合掌です。早くひねっていきましょう。はい、それではこれを45秒。できるだけ早く。ゴー。ふっ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 。少しね、顎も引いた方がいいです。引くとお腹しっかり効きやすいです。背中丸まって、お腹の筋肉がキュッとね、縮みやすいので、おすすめです。手に力入ってしまうとお腹に力がないので、ね、わからない方は、では、リラックスしてこうやった方がいいです。はい、合掌することで力が入ってしまう方は、手はこんな感じでファイティングポーズじゃないですけど、その状態でできるだけ大きく大きくひねっていきましょう。顎引いて、はい、ふふふふふふ。さあ、あと5秒、ふふふふ、もうちょい、はい、 OK です。はい、それでは上げながらひねる、上げながらひねる、上げながらひねるという感じでやっていきましょう。最後45秒間、はい、ゴー、ふふふふ。これも顎引いて体を丸めながらやりましょう。ふふ、息も吐きます。はい、背中がこう反ってしまうとお腹には効きづらいので、はい、顎引いて背中は 丸まった状態でやると効きやすいですよ。肩がね、上がらないようにだけ注意して、少し斜め下にやるようにすると肩は下がりやすくなります。はい、ふう、もうちょっと頑張りましょう。あと15秒だけ、ふい、ふい、もうちょい、
ふぅ、へい、へい、あと5秒、へい、よいしょ、よいしょ、へい、へい、はい、OK です。